どうもベルです。今回は久々のどのヒーローが強いのか、ヒーローのティアリストについてやっていこうかなと思います。このヒーローのティアリストシリーズ、簡単にご説明すると、どのヒーローが強いのかというのをランク付けしたものですね。こちら、昨年末にやったんですけども、本当にありがたい限りで、 結構ご好評いただけていて。そして、新ヒーローの追加も来たり、環境もかなり変わっていったので、今回、最新版のヒーローのティアリストを作成いたしました。まあ、なので、今回から再びヒーローのティアリストの解説をやっていこうかなと思います。 では、前置きを長くしても仕方ないので、早速お見せしたいと思うんですけども、2024年4月の最新のティアリストはこちらです。どうぞはい、こちらになるんですけども、パッと見て皆さんいかがでしょうか前回のヒーローのティアリストをご覧いただいた方は違和感があると思うんですけども、 え、以前までは D ランクから S ランクまでだったんですけども、今回から SS ランクを追加しました。で、イメージとしては、もう SS ランクがもうこのゲームの最強ヒーロー。もう他のヒーローとはもう一線を隠す強さを持ったヒーローですね。そして S ランクはもう現在のこのゲームの中で、 え、主軸となっているめちゃめちゃ強いヒーローたち。そして A ランクは S ランクほどの汎用性や強さはなくてもバンバン活躍できたり、あの、その状況下においてはもう比類なき強さを発揮するヒーロー。そして B ランクは現在の環境でも戦うことはできるが、どうしても A ランク以上のヒーローよりも劣ってしまうヒーロー。えそしてえ C ランクは、あの、現状あまり強くないヒーロー。まあ、基本的には戦いで使わないですね。で、そして D ランクはもう戦闘で、あの、正直使えないヒーローたち。で、そして同じランクの中でも左側にいるヒーローの方が強いです。えそして皆さん。 えー、この表を見ていかがでしたでしょうかあの、このヒーロー、こんな強いのなどいろいろあると思うんですけども、あの、全員ちゃんと理由があってそこに配置されています。えー、全ヒーロー,、えー、どのようなところが強いのか、えー、どのような場面で使うべきなのか、えー、なぜそのランクなのか、す、え、べ、ー、てお話ししていきたいと思いますので、えー、ぜひ、えー、このヒーローのティアリストシリーズをご視聴いただけると、 嬉しいなと思います。えそして今回はえ D ランクのヒーローの解説もやっていこうかなと思いますので、え画面の方映っていきましょう。えではえ、まず D ランクのえヒーローなんですけども、まずはジェイデン。えジェイデンえ、前回も D ランクだったんですけども、え今回も変動なく D ランクですね。 え、思い出の旅で入手できるヒーローなんですけども、正直覚醒させても戦闘で使っていくのは厳しいです。あの、本当所持している才能があまりに弱くて、あの、戦闘で使っても狙われるだけになっちゃうんですよ。なので、え、彼の今の使い道としては、え、ゾンビハンターに才能を振っていただいて、 ゾンビ狩り専門とする。まあ、これが一番良いのかなと思います。あとは、えー、思い出の旅で、えー、覚醒した後も交換しておいて、今ちょうどお宝交換イベント来てるんですけども、えー、こちらで小屋しにしていただく。それも十分良いのかなと思います。 では次に、リーなんですけども、え彼については、もう本当に、前回のヒーローのティアリストの時と、もう評価変わんないですね。え彼は、デバフをばらまけることが、長所のヒーローなんですけども、あの、負けるデバフの量を考えても、どうしても撃たれ弱かったり、あの、リーダーとして使うことを想定しても、 才能がもう致命的に弱いので、あの全然使えないんですよね。なので、え、現状は育成する必要はないのかなと思います。で、次に、え、ピーターとハンクですね。え、彼らは工場用ヒーローなんですけども、使う機会はありません。 あの、今、ラリー打つんだったら、ベラスベン。え、射撃だったら、え、ジュリア・ジョニー。え、もしくは、ジュリア・ルイ。あの、この3パターンが、もうめちゃめちゃ強くて、あの、この、えっと、この3つの組み合わせと、それ以外だと、もうとんでもない差がついてるんですよ。で、そう考えると、あの、ピーター・ハンクっていうのは、 あの、本来、工場用ヒーローなのにもかかわらず、工場で使うことはできませんし、あの、普通に野戦でも、もちろん使えないんですよ。ま、なので、あの、えっと、彼ら二人を育成する必要っていうのはないのかなと思います。え、では次に、え、マーティンなんですけども、マーティンは、ゾンビ狩り専門ヒーローです。 え、経験値アップを持ってますので、もうこのために使っていきましょう。あの、彼をリーダーにして、アシスタントに育てたいヒーローをつけるイメージですね。あの、戦闘で使うヒーローではなくて、もうゾンビ狩り専門ヒーローなので。もうあの、ゾンビ狩り専門、えっと、なので、もうゾンビ狩りで使っていただくのが良いのかなと思います。 えでは最後に、えー、マキシンなんですけども、まあ彼女はもう、そもそも収集用ヒーローですね。まあ、最近私、えー、彼女を覚醒させたんですけど、あの、箱持ってきてくれるのめちゃめちゃいいですね。あの、採取するのが本当に楽しくなりました。あの、戦闘では使えないんですけども、あの、収集において、 え、最も優秀なヒーローとして、今後も長く大活躍してくれるのかなと思います。はい。えー、ということで、D ランクのヒーローについては以上になるんですけども、いかがでしたでしょうかえー、戦闘で使うのは、えー、かなり厳しいヒーローたちなんですけども、えー、ゾンビ狩りだったり、収集では、ちゃんと使っていくことができますので、えー、ぜひ、 正しい使い所で使っていただくのが良いのかなと思います。で、次回からは、えー、各ランクの解説。で、次回は C ランク。で、その次は、えー、B ランクの解説をやっていこうと思ってますので、えー、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。えー、では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。 え最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。